マスターです。目クトマフレ今日は、えー、お休みですけど、ちょうど一時回、まあ、ってましたですね。えー、ちょっと朝は、えー、ちょっと病院受診に行って、なかなか咳がおさわりませんでしたけど。病院の結果。えー、10年前に取ったレントゲンと今の、今日取ったレントゲンと変わらないということで、えーあの 肺のいろいろな大きな病気じゃなくて、まあ、喉ですね、えーまあこのえー、ずっと一日中クーラーかけています、ね、喉がどうしてもまた、えー、喉から咳が出ますねそういうことで <laughs> それはじゃないんですけどちょっと、えー、もう。 七、ね、時、えー、お昼は、えー、少し、えー、お茶菓子等で、えー、軽食しました今日はこの創世紀の19章ですけど途中からですね、えー、この神様がそあまりにも、えー、神様にこの喜ばれない、えー、このソドムとゴ,ゴモラですね滅ぼそうという箇所からですね、えー、創世紀19章の12節から、えー、この 二十九節までを読みたいしていきたいと思います。はい、途中からな,なりますけど、えー、今日はあちょっと、えー、変則的なあとなります。八、えー、時半起きの十、えー、時から受信ですね。だいぶ十二時まで受信かかりましたけど、えー、っと創世記の十九章の、えー、私たちはこの場所を滅ぼそうとして、えー、いるからです。 彼に対する叫びが主の前で大きくなったので、えー、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのですそこでロトは出て行き娘たちを目とった婿たちに告げていった立って、えー、この場所から出て行きなさい主がこの町を滅ぼそうとしておらぬのですから。しかし彼の息子婿たちにはそれは冗談のように思われた 夜が明ける頃、見遣い,いたちは路頭を流していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまう、えー。しかし彼らはためらっていた。するとその人たちは彼らの手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。 彼らを町の方に連れ出した時その一人は行った命がけで逃げなさい、えー、後ろを振り向いてはいけないこの定地のどこでも立ち止まってはだらない山に逃げなさいさもないと滅ばれてしまう、えー、ロトは彼らに言った死をどうかそんなことになりませんように、えー、ご覧くださいこのしもべはあなたのここに行かないあなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました しかし私は山に逃げることはできません。えー、災いが落ち着いて私は多分、うん、死ぬでしょう、えー。はい、ちょっとここで <laughs> 一息つきます。えー、本当に、えー、休みは休みでなかなか、えー、昨日も寝落ちしてしまいましたですね、本当に。えー、片付けもせずに昨日は月曜日ですね、週明けの月曜日で。 日曜日が休みでしたけど、月曜日、今日が休みですね。えー、まあ、いろいろ時間かかりましたけど、えー、ちゃんとお医者に診てもらいまして、レントゲンを取って、えー、まあ、肺に、えー、どうしても咳がああしますので、まあ、喘息とか肺のあれですね、えー、まあ、考えられますので、えーえー、別に異常がないということでした。はい、ちょっと余談ですけど、 2、えー、次節ですね。はい。2、えー、次節、えー。ご覧ください、えーあの。あそこの町は逃れるのに近いですしか。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。えー、あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの命を滅ぼすまい。 急いでそこへ逃れなさいあなたがあそこに入るまでは私は何,何もできないからそれ上その町の名はツアールと呼ばれた太陽が地上に昇った頃ロトはツアールに着いたその敵地はソドムとコモラの上に硫黄の火を天,天の火のところから降らせそれこれらの町町と定地全体とその町町の住民とその地の植物を皆滅ぼされた ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて死の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴムラの方、それに定地の全地方を見下ろすと、をまるでかまどの煙のようにその地,地の煙が立ち上っていた。こうして神が定地の町々を滅ぼされた時、神はアブ,アブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を。 滅ぼされた時、神はロトとその破壊の中から逃れさせた。感謝いたします。完全に余談ですけど、本当にあれですね。私はこの前、後ろ向きな考えします。マイナス思考ですね。もし、とんでもない病気でしたと思いますけど、無事に何も肺に異常がなくて、でも、咳き込むのはきついですね。 えー、まあ、喘息とかそういうのはありますけどだいぶ、えー、咳は収まってますけど時折咳すると厳しいですね、えー、どうしてもこの乾燥ですねクーラーずっとつけっぱなしで換気なかなか喉ですね、えー、夜中も喉が喉を開けて寝てるんかな,なんかそんな感じで、えーえー、きちんとあれですね冬場夏場乾燥 今たい、えー、クーラー入れて55%です。まあ50%は湿度ですね、50%いいって言ってましたけど、そんな感じで、えー、話がある、ソドムとゴモロは神様によって、あまりにも話しい神様が見たら罪でしたの滅ぼされましたけど、私も主にあるあ恵み、憐れみによって立たされています。今日はこの創世紀の19章の途中ですからお送りいたしましたマスアトです。 休みの日。<laughs> はい、えー。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また最初を学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願い,いたします。次回の1分間の曲でお会いいたしましょう。マサートした。しャーゲネス、パシャンプズ、シャロム、シャロム、シャロム。